ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、2月の11日建国記念日、はい。もうね、この動画の12日になってるけどね、壮麗タイムです。はい、じゃあ壮麗作っていきます。はい、グラスに水、にがり水、はい、で、これを画角から落とさんように、ソーレを入れるのは不可能やから、はい、昨日、ね、今日はその動画を出したからね。実際に落とすのは難しいな。難しい、ちょっと待って、これどないしたらいい。もう奥で、ね、置いたから、ほらもうずらしたとか言われていいから、入れるとほらムラムラムラってなるでしょ。ムラってちゃんと塩水です。はい、ここまでやらなあかんか。ね、まあ、なかなかね、疑いの目が、不思議な疑いの目が。そんなことしたところで仕方ねん。逆にあっちゃんはそれをしたらどんだけ血圧が変わるのかテストしとんのに意味が分からない。これでも血圧が安定したらいいもんでしょ。だってね、やっぱりね、体っていうのは今日昨日に悪いことしてさ、いきなり症状があって急性に出てくる、そんなもん怪我です。足、あっちゃん聞いたけどね、缶詰の蓋踏んだらダーって血が出てきて怪我したから急性的に痛い痛いってなるだけで、病気っていうのはそんなんじゃなく何十年かかって、だから子どもの頃から毒を食べてたら大人になってから発症するっていうのが、みきちゃんもそうやね。だからそんな感じになるのが嫌や。だからこれも去年ぐらいから始めてさ、去年一昨年ぐらいから体にいいこと飲むわ先。あ、今日はそんなにしょっぱくないな。そんなにね、体にいいこと、去年おととしからやって、そんな急に今年になってから体が良くなるんじゃなく、今までの蓄積があるからプチュンって切れちゃったもんあるのね。だから本当に何年も何十年もかかって蓄積してるから、今から食べてもっともっとね、だから子供の頃から食べたら150歳ぐらいまで生きられるかもわからんわ。ということで、今日はね、血圧測定ね、起きたすぐにあこちゃんに測ってもらったからええー、ねんけども、ね、もう何回も測ってもらうんだけど、起きたての血圧の方がいいって言うからね、で測ってもらってんだけど、今日はね、131-80-75です。これです。やっぱ起きた時間に、まあ、毎回測るのがいいからね。ちょっとこれから壮麗脱水じゃなく、寝起きで、あ、壮麗血圧じゃなく寝起きで、測って、で、あれします。体中にこうガーって染み渡る感じがする。もちろんだから、昨日もだから晩ご飯和牛のステーキを食べて、で、まあ、お寿司とかどんなの食べたけども、やっぱりね、体を司るのってね、いい肉、豚、牛、鶏ね、で卵で、あと、まあ、そういういいものを食べる、これすごい大事やね。で、安い肉とか食べたら毒やけど、いい肉っていうのは体にいいらしいよね。だからいい肉でも、牛は高いからさ、特別な日だけやねんけども、で、食べられへん人がそこにもおるけど。食べなあかんねん。食べようともせえへん、まあ、いつか食べさせたら、また今日ちょっと宇田緑買いに行ってこうかなと思ってんねんけどね。で、あ、今日の晩ご飯あったっけな。あ、いや、今日宇田緑買いに行ってこよう。で、それで今日晩ご飯作って、で、宇田緑でしょ、あ、今日お寿司、あ、昨日お寿司食べたもんな。まあ、今、まあ、なんか考えます。で、いい鶏肉、いい卵を食べて、で、ご飯もいい、できるだけ無農薬、減農薬のお米で、
玄米で無農薬の野菜、これ野菜っていうのが落とし穴で、野菜って無農薬まみれやから、農薬のある野菜って逆に体に悪いから、無農薬の野菜っていうのは大事やん。こんな感じで食べてるとね、ほんと病気にはならへん、ならへんって言い方おかしいけど、もうなりにくいってあっちゃん思ってね、それを子供時代から食べさすことによって大人になったら大丈夫、いい体になれるよって思うね。だからもう手遅れじゃなく、今からそういう生活をする。でもやっぱり病気になる人はいてる。だからそんなんしても無駄って思う人が多いんやと思うんだけど、無駄じゃないのよ、ダメなもの。あっちゃんの血管系ってもう今回まあ暴飲暴食してたよ、あっちゃん食生活ね改めたんよ。みっちゃんが倒れて、みっちゃんが病気になってね、だから今から17年ぐらい前かに、病気っていうのは何やろうねって、どうやったら治るんやろうねってね、どっかにあったっていうのは、片付けじゃないの、これゴソゴソしてた、出てきたんよなって、この前どこだっけかな、がん養生レシピっていうね、あの本が出てきたんよ。これ13年ぐらい前にみきちゃんと買ってね、それでがんが治るレシピっていうので食べさせてたんよな、そういうの。でその時にまあ見た感じまずそうなもんが多かったよ、玄米とかあと穀物系とか、まあそんなんで、ね、肉も食べてもいいって書いてあったんだけど、でそんなんを見ながらねこう作ってて、まあ、玄米がみきちゃん嫌やって最初食べてなかったんやけど、まあ、ね、病気治すためと思って頑張ってたんやけど、それにあっちゃんは一緒に食べてたんよ、まあ、一人でそんなん食べさすのかわいそうやしと思って、で一緒に食べて、で子供もね一緒に食べようって、子供の体もやっぱ心配だから食べてて、だから17年前からそういうことしてた。でみきちゃん亡くなって、なんや聞かへんやんけん、あじゃあと思ってさ、しょうねと思って無事投げたんやその本を。でやめて、まあ、自分も心を壊したから暴飲暴食が始まって、で子供に対してはまあちゃんと食べさせるよ。で子供が寝静まってから酒飲んだり、酒飲んだらお腹減るからな、いろんなもの食べるし、で昼間子供は給食食べてるから、その間あっちゃんカップ麺三昧パスタとかうどんとかたまに作るけど、そんなもう最初の頃はカップ麺とかばっかりやった。である程度心がね落ち着いたちゅうか、ちょっとまあ、ね、お金もなくなったもあるしね、 YouTuber になってからちゅうか、なんだろう、まあ、仕事辞めてから自分で自炊するようにはなったけど、それで6でもらい安い食材ばっかりだよ、お金もらいし安い食材使ってさ、で変なもんばっかり食べてたよ。で YouTube やりだしてね、ある程度収益がちょっと落ち着いてきたから、ふと思い出して、もしこのままあの生活続けとったら体に良くないんちゃうかなと思い出してね。でその時に胆のうのポリープ伸びてんの分かったから、で子供のために長生きしようって思って、でそういうなんちゅうのいいものを調べて、やりだすと止まらんね、ストイックになってもって、そういうのを食べてたんやね。で去年の秋ぐらいにあこと知り合ったんじゃないね、もっと前から知り合ってたけど、ただの一視聴者さんって思ってたけども、深く関わるようになって、で大切な人が出てきてきたら、やっぱり大切な人と一緒に少しでも長い間生きていきたいっていうのがあって、でそういう風になったんよね。でストイックっていうほどでもないけど、いいものを食べようって思いになってきて、で今度逆にアコにはいいものを食べさせていきたいなって思ってね、6でもないもの食べるもんな、だからそんな感じでね調べて、やっぱりそれはいいね、まだ飲まへんね、ちょ1回2段階か飲ましてんけど、まずいって飲まへんねんけどね、まあそうやって体にいいものをね、まあ押し付けるのはかわいそうやから、まあやっぱりね、ろくでもないものを食べてるけど、ろくでもないものは美味しいもんなだから、いつかはちゃんとしたもん一緒に暮らして一緒に食べさせていきたいなと思ってね、だから一番ベストなのは一緒に暮らしていいものを食べていく、で嫌なものを与えるんじゃなく、やっぱり好きな味付けにしてあげるっていうのが大事ちゃうかなって思って、でもね、だからって言って本当に長生きできんのかと、お互いも
ね、長生きできるのか分からへんよ、そんなもん。でもちょっとでもせえへんかったら自分が納得できへんからね、ミキちゃんのことがあったから。まあミキちゃんのバースデーが近づくとちょっとこう親身になっちゃうあっちゃんでした。はい、ということで今日のあっちゃんの総例点ちょっと意外と真面目に語ってみました。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。今日は今日も赤ちゃんと楽しく過ごします。